ダリオ・バルジューは、イタリアのサルディニア党出身の騎手である。1999年、イタリアの騎士免許を取得する。2001年には850戦120勝で、イタリアのリーディング4位となる。2002年には、ファルブラブに起乗し、イタリア共和国大統領賞、ミラノ大賞典を優勝した。2003年には、レビエデイ・コロリとのコンビで、ビトリオ・ディカプア賞をセースなどの活躍で、 獲得賞金1位となった。2005年には669,085勝でリーディング12位。2006年は989,183勝でリーディング1位に輝いた。2002年11月23日から2003年2月21日まで初めて中央競馬の短期免許を取得し初来日する。身元引き受け人は 鈴木新弘調教師とシンボリ牧場だった。11月23日、中山競馬場第1競争で単勝4番人気の宮城ーシュタルに起場し、JRA 初起場を果たす。翌24日中山のアプローズ賞で単勝6番人気の追い分け大門で勝利し、JRA 初勝利を挙げ、12月15日の第19回フェアリーステークスでは、 単勝6番人気のホワイトカーニバルで勝利し、JRA 重賞初制覇を果たした。2003年には11月29日から12月28日まで短期免許を取得し、第55回朝日杯フューチュリティステークスでは、単勝4番人気のコスモサンビームで勝利し見事、ジョギー初勝利を飾った。本人が思い通りに乗れたと振り返る会心の起上であった。 2004年1月5日から2月4日まで再度、短期免許を取得。同年1月18日に、京成杯では後にこの年の NHK マイルカップ、東京優勝を制するキングカメハメハに起場したものの、同馬唯一の黒星を喫してしまった。2006年1月5日から2月26日まで、短期免許を取得し153戦13勝の成績を残した。 2007年1月6日から2月25日まで短期免許を取得したサラブレットクラブラフィアン。その後も数回来日し、2015年と2016年にはイタリアから日本への移籍を目指して JRA の機種免許試験を受験したが、二度とも不合格となった。2002年の初来日後代の新日課となり、2013年現在は、 日本語で簡単な会話ができるレベルに達している。また日本食では納豆が好物になっているほど、ありがとうございます。